ついに怪物を倒したわ。水の精霊、よくやったわ。風の精霊、私たちは戻らなければ。精霊の世界に。火の精霊、ここでお別れよ。立ち尽くすオリーブ。さて、ここからどうやってオリーブを家に返すか。船は壊れてしまったので、飛行機ですか？もっと夢があるような方法で。鳥でしたら飛んで帰れますが。あ、傘で飛ぶのはどうだ？傘では飛べません。飛べるんだ。風の精霊がもう一度だけ現れて言う。オリーブ、あなたの傘を広げて。君、傘を広げてみてくれないか。その傘があなたの翼よ。高く飛ぶと風に流されるから。海では波を、川では岩を、湖では落ち葉を踏んでいきなさい。素敵な着想です。だろう。戻ってきたオリーブは父親に再会する。そして海を渡って帰ってきて、再会して一言目何を言うかな。ただいま、いや、お父さん。また行き詰まったのですか？君、ちょっと向こうから歩いてきてくれないか。イメージをつかみたい。歩くだけでいいのですか？できたら湖に浮かぶ木の葉の上をね。了解しました。え、いや、今のは。私もこの湖を渡ってみたい。あの落ち葉の上なら歩けるかな。いつか、いつかきっと見せてあげるね、お父さん。あと何千回だってそう呼ばれたかった。死なないで欲しかったな。生きて、大きく育って。欲しかったな。になられましたか。散歩は歩いていたと思います。旦那様、どうなされました？お体の具合でも悪いのでしょうか。奇跡を叶えてくれた彼女に俺は言った。神様なんていないと思っていたけど、いるなら君のことだろうと。